日本とかだったら3000円だったかな。まあでもこれもあれだよ、今後もよろしく、お付き合いよろしくのくらいの感じで買ってきたから何とも言えないんだけど、まあいいや、ちょうど欲しかったらいいよ。で、これ買ったんですか？で、電車ごっこのところの、はい、あそこのソース、なんか委託、あそこの委託金、うん、ここ開いてる？ここと開いてる？あ、違う。だいぶ空いてるよ。だいぶ空いてます。片方片方で。うん、それさ、何を見つけたかな、この回。知らない。天井道じゃない。こっち片付けてるよね。こっちは。片方片付けてる。こっちの店で何だ、これを加藤。ああ、そうそう、加藤です。どこんだろうね。うん、いや、103やるときにさ、うん、割とさ、うん、日蓮の方が見たからさ。まあ、勝美か。ね、すげえ配線してんの。なんか、一本でさ、そっちが外に出てる。あ、出てるはいいけど、そもそも半紙に半紙にハンダ付けもされてない。あ、マジで、うん、いや、いっぱいだったバラせる。でも、カワトラが動きゃいいよ、まあ、いったん。まあなんか若干屋根が動かされてる。うん、いや、気に入らなかったら寝りゃいいやん。って言いながら寝るのめんどくさいので、このまま。うん、はい。あ、写真見ました。あ、見た。めっちゃ遊んでるじゃん。そうです。やってこないなと思いながら。正直言ってクソいいなって。携帯ぐるぐる言ってた。いや、マジでそこの下良かったっすよ。いや、そこの下超楽しそうじゃん。何やってんの、なんで俺その場にいないんだろうな。なんで帰ってこないんだろうって、ずっと思いながらったっすよ。いや、意外とね、なかった。中締めの流れがなんか、中締めにで抜けてきたから。これ正気で？え？なんで？ん？イーエボのフルキットではないのかこれ。え、だからあれなら走行かけて別で買って作ったんじゃない？ね、そう。家の走行かけって使ってないんじゃないのこれ。え、片方うん。え、家のなのかな、まあ、家の。うん。え、こっちとかはもう走行かけですよ、完全にこれ。これ走行かけとか。うん。え、うそ。え、違う、うん、一緒、いや、配線がひどすぎるから。回らないもん、台車。これちょっとやばくない？これやばくない？これどうしたの？台車めっちゃ硬いよ。なんかすごい繋ぎ方をされております。これ何これ、やば。すごい繋ぎ方をされております。こっちも、だから、電源取るようにはなってないんだよね。え、なんでこんなことしてんの？これってさ、パカっていけるんだっけ？知らん。